VHDS プレゼント BJJ ウェブ、はい、橋本キアです。今回はゲスト、はい、マルキニョス中村です。インパクトジャパン、はい、マルキニョスって言ってるとね、あの盆栽の大きいマルキニョス思い出しますけど、こっちはちっちゃいマルキニョスね、来てくれました、マルコス中村、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあマルコスね、今回もいきなり告知ですけども、なんで今日ね、たまたまミューズに来てクラスやってくれました。それなぜかっていうとこれですね。はい、宣伝お願いします。イザベル・ディ・ソウザのセミナーです。はい、10月11日に、ミューズ呪術アカデミーであるイザベル・ディ・ソウザの、セミナーがあります。それの宣伝のためにわざわざ来たということで、クラス、スペシャルクラスやってくれました。そしてこのイザベルのセミナーをぜひぜひ皆さんで、告知してほしいということでね、これやりますね。ミューズ呪術アカデミー10月11日の、8時から10時、参加費は3000円、安いです。はい、よろしくお願いします。イザベルはね、今年の、アジアのダブルゴールドですね。で、去年は SJJIF のワールドのダブルゴールドね。そうです、マスターワンね。マスターマンです。そう、はい、でイザベル今年も SJIF のワールド行きたいっていうことで、その旅費を稼ぐためにセミナーやるということで、まあこれ、まあ、あのセミナーでは稼いだ金でね、なんか遊び歩きたいとか、なんか服買いたいとか、そういうわけじゃないです。技術のために使うっていうことでね、このイザベル・ソウザのセミナー企画されました。そのためにわざわざね、マルキニョスが来てクラスやって BG ウェーブで出るということなので、こちらの方ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでマルコス中村ね、で元々は、今はインパクトですね。はい、いつインパクトに入りましたか？2年前ぐらい。2年前、なんでインパクトに入ったの？だから元々知り合った時はまだ青帯で、カリオカチームですね、クレイジービーで、はい、カリオカのクラスとかやってる時のアシスタントみたいな感じね。そうですね、はい、あの通訳とか。通訳とかやって、カリオカ、クリスチャーノカリオカね、もともとキッド山本の呪術コーチ、ベッチーニョとカリオカだったよね。そうですね、はい。っていう感じで、それやってる時に入って、それから、その後にカリオカチームが、そのクリスチャーノカリオカが、エジソン・カゴハラのオーバーリミット BJJ の顧問みたいになったんだよね。そうですね、カリオカ先生をちょっと、ブラジル帰らないといけないんで、帰ったらもう、エツソン先生をすごく仲いいんで、エツソン先生のところに行ってくださいって言われたんですけど、そこでエツソンのところにいたんだけど、それいろいろとあって離れました。はい、はい、で、その次どこ行ったんですか？飛行して群馬に、それでノマニオン、群馬、お泉で、その後にそれで、ベトン先生、自分のためにちょっと、一回辞めて、だから、どこ行けばいいかなと思って、で、青帯からずっと、洋介先生とか敏夫先生を、知り合いなんで、ちゃんと話してインパクトで入りました。で、それが2年前ね。そうですね、はい。でインパクトにやって、今は、一生懸命やってると。やってます。で、インパクト、群馬の、大泉です。そうで、あともう一人、その群馬にあるもう一個のインパクトがクレイトンだよね。クレイトンです。あれはあいつはクレイトン・ディオゴなの、クレイトン・マノエルなの、何なの？クレイトン・マノエル・ディオゴで、はい、それみんなで名前を大会の時に名前出す時はどの表記にすればいいの？クレイトン・マノエルなの、クレイトン・ディオゴなの、クレイトン・マノエル、クレイトン・マノエルがいいんだね。はい、で一番それクレイトンも今インパクトだよね。もうインパクトです。ね、はい、クレイトンももともとノバウニオンだったよね。そうですね、最初からはノバウニオンで、ずっとノバウニオンでやってて、はい、で一時期ダムファイトにいたね。あ、そうですね、一回ちょっとなんだっけ、練習のためでダムファイト行って、でまたで、それで今は最初からので、なんで、じゃあそれと、マルキニョスとクレイトンで一緒になってインパクト入ったの？それは別々にインパクト入ったの？あ、別々ね。僕はクレイトンの1年前ぐらい入って、先にやったのがマルキニョスね。はい。で、その1年後をクレイトン、自分と話して、で、2人で洋介先生と話したんですよ。で、クレイトンもインパクトになりました。で、じゃあその、で、はい、群馬にあるその2つのインパクトっていうのは洋式系のインパクトなんだ。そうです。なんかそのインパクトって、浅田
と陽介でやってるじゃん。そうそうそう、陽介系のジムがあって浅田系のジムってなんか2つ分かれてるじゃん。まあまあそうですね。そでそれが陽介系のジムなんだ、はい、あのマルキニョスは、はい、クレートもそう、クレートもそう、はい、でじゃあクレートンとかマルキニョスの帯のサインは陽介ってこと？陽介先生、はい、あそうなんだ、はい、そういうことです。でね、本当ブラジル人は本当しょっちゅうジム変わる。まあまあ自分のためはまあ引っ越しばかりなんで。本当？そうそう。本当に？そう。東京に住んでて、あのなんだっけ、あのあそこ蒲田、うん、だからクレジビーでずっとカリオカで、うんうん、でもカリオカブラジルに帰ったら、うん、どこ行けばいいよって、で、うん、引っ越して埼玉までにこう乗す、うん、だから、うん、あの遠征先生のところに入って、うん、でまたもう一回仕事のためで、うん、群馬に引っ越した、うん、であのそこからこの島で1時間かかっちゃうんで、うんうんうん、でちょっと疲れてそれでのぼにょに入った、うん、あの家の隣な、うん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 、だったんだけど、だからそういうこと。本当かな、なんかここはそうです。なんかいやけどなんか結構ほら転々とするじゃん。まあありますね、それも。やっぱそれはブラジル人のあれはあるんですか。なんか日本人だそんなしょっちゅう変わる感じはしないんだけどね。しないですね。そうあけどまあその仕事でそんなにあちこち転勤しないもんね、日本人もね。日本人は、そう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 、ブラジル人はなんでそんなにあれなの、仕事の工場でしょ。工場でそんなに変わるの？あのまあ日本でブラジル人はね、あの、うん、あんまり社員にできないよ、ね、うん、だからあの あちこちでまああのなんだっけ、仕事を減っちゃうとか、うん、まあクビになっちゃうから、うん、だから引っ越しないといけない、うん、あでそれでその仕事あるところに引っ越すんだ。そうそうそう、そういうね。じゃあ今マルキニョス何作ってるの？今は溶接。溶接？はい。ああ本当、溶接、はい、あ何時から何時まで仕事？あ今は定時。定時。で8時から朝8時から、うん、あの午後の5時まで。あ8時から5時まで？はい。なんか時間短くない？仕事？あ定時、定時か。そう。はい。残業ない？ない。今ね。え残業ないとじゃあお金大丈夫？まあちょうどいいかな、もうなんだっけ、溶接はちょっと。時給が高い。あ、時給が高いの？時給が高い。時給いくら？結構いい値段。結構いい。あ、ほんと？じゃあそれでも大丈夫なんだ。はい。で、その後、じゃあそれで5時に仕事終わって、で、そう。道場だ。はい。道場週何回？毎日、あ、まあ、平日を毎日。え、毎日？月曜日から金曜日まで。うん、たまにもう土曜日出ます。はい。で、日曜日はなし？日曜はなし。土日はなし。そう、土日はまあ大会でレフェリーか、そうね、コーチをやってるんで、だから入ってます。じゃあ月曜日から金曜日まで何時から何時？ね、8時から9時までは子供。え、うん、子供で8時からなの？はい。もう8時から9時まで。え、だって5時に仕事終わるんでしょ？そうそうそう。なんでそんな8時3時間も空いてるの？でも、あれですよね、子供のお父さんお母さんは、うん、だいたいみんな残業してるじゃん、うん、7時まで、うんうん、だから8時はちょうどいい。もし7時から6時半からだと多分来れないんだ。来れないんで。さあやっぱそっちの方はまあメインはブラジル人なんで。そっか、その人たちはやっぱ車で送っていかないといけないのか。そうそうそう、だから自分たちで自転車で行くとかって無理、難しい。クラスは子供2つに分かれたね、うん、小学生と中学生、うん、小学生は自転車で行かないんで、うんうん、いや親が連れていかないんです、ね、そうそうそう。で8時からが子供、9時まで1時間、うん、で、はい、大人は、大人は9時半から11時までです。うわ11時まで、はい、もう長くない？大体もこう群馬、まあだから生徒の時間を合わせないといけないね、うん、まあ大体半分ぐらい、まあ半分以上をみんな8時まで仕事、うん、8時か8時半まで、うん、残業で。そう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 、うん、だから9時か9時半からじゃないと。で練習やって11時までやって、そうそうそう、でそれから終わって家帰って12時で、それでシャワー浴びてご飯食べて寝て1時でまた8時から仕事なの。そう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 、しんどっ。そうきつい、はい。それもマルキノスもやってんの？もうそうです、はい、でも僕は大体毎日12時までジムでやってて、いろんな、うんうん、で大体寝る時間は4時間、うん、5時間ぐらい。マジ？はい、そう。しんどちょっと疲れますね、はい。でじゃあやっぱりじゃあ工場勤めやめて道場だけっていうのは無理？それは道場今会員生徒何人？
今子供37人ですね、うん、あの大人20人。あ、子供の方が多いんだ。子供多いです。はい、なんでなんで。子供月謝いくら？5000円。大人は？大人は8000円。あ、大人でも8000円なんだ、はい、毎日やってるのに。大人はそう、あの木曜日だけない。あ、木曜日だけない。はい、子供は木曜日もある。子供は本当にあの小学生は平日、うん、あの2回、うん、週2回、週2回、うん、で、中学生は週3回、うん、はい、で大人は週4回。週4回。あ、週4回。じゃあ毎日じゃないじゃん。じゃない。じゃあ木曜日は休みだ、はい、木曜日はあのあれ小学生。あ、小学生だけがある。え、じゃあそのインストラクターは誰がやってるの？全部マルキーノスがやってるの？あ、たまにはもうあのマイキ藤本さん、うん、マイキ藤本、あ、黒帯になったね。そうそうそう、うんうん、あと子供クラスもあのラファエルのオーバーと、うんうん、アレアン・テレゾを一緒にやってる。あ、じゃあ一応あのアシスタントみたいなインストラクターはいるんだね。そうそう、子供は本当に一人だけをちょっと足りないんで、うんうん、3人ぐらいじゃないと。え、なんでそんな子供ばっかり増えてるの？大人は少ないのに。あ、ちょっとわからない。まあ僕は子供大好きなんで、うん、教えるのは、うん、なんで子供好きなの？あ、だってもううるさいじゃん、子供言うこと聞かないでしょ。いや、僕は全然大丈夫です。言うこと聞く？全然大丈夫。はい。え、だって月謝5000円でしょ？はい。で、そんなわーとか言われてもう嫌になったりしないの？あ、しない。なんで？大丈夫？大丈夫。ブラジル人の子供？ブラジルの人、そう、ブラジルのペルジンもいるし。え、じゃあクラスはポルトガル語？あ、いや、日本語も。日本語ブラジル人の子供も、うん、あの日本語ばっかり喋るのもある、うんうんうん、だから日本語喋らないといけない。で、日本語で、まあ、メインはポルトガル語で。あ、メインはポルトガル語で日本語でも両方はできる。へえ、はい、子供大丈夫？あ、大丈夫です。はい、だから、うん、そう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 。で、いつからもその道場で、道場だってあの先生やり始めたのいつ？先生は本当にあのノバウニョの時か。あ、自分のクラスは本当にあの一回初めてのはあの、うん、なんだっけ、オバリミトの時、うん、エトさんと、うん、アレサンドレット。アレサンドレット。ほら、二人とも今オバリミトにいない。エトはだってインファイトでしょ。インファイト、そう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 。そうそう。で、あのハッタ兄弟どこ行ったんだよ。ハッタ兄弟やめた。もうやめた。何もやってない。あ、はい、もったいないです。そうだ、あのね、エジソンの生徒にはね、いっぱい結構いい人いたんですね。いたですね。けどみんないなくなっちゃったっていう。みんないなくなっちゃったんで。なんで？エジソンに問題あるの？いや、まあ、あれ、その時点忙しかったんですよね、うん、あの、そう、まあ、アメリカで海外結構行ってるんで。で、道場先生いなくなっちゃってね。そうそうそう。だから、しょうがない。しょうがないですね。あと、もうみんな引っ越したんですけどね。うんうん、はで、畑兄弟みんな、もう5名いたんですよね。もういない。うん。うん、そうそうそう。だ、そう、だから、あの、青梅の時。オーバーリミットの時に、もうクラスをやってたんだ。そう、ちょっとあの、ちょうどその。あ、そっか、いつもいない時ってことか。そうそう、いない時は、ね、自分のクラスになったんですけど。で、ノボニョ行ったら、もう、うん、あのそこあのベトン幼年先生と話して、うんうんうん、ちょっと子供のクラスをやりたいよって言われて、うんうん、で、そこから始まった。その時紫でしょ？その時は紫。紫色もらったのは誰にもらったの？あ、エジソン先生。エジソン、はい、チョービルもらったのは？あ、ベトン先生。ベトン？はい。なんて名前、なんてなるの？あの、本当にローベルトなんですけど、うん、大きいでしょ、うんうん、だからベットン、大きい、あ、大きいよ、ベルトで、それはベチンヨってなっちゃう、うん、はい、で、ベットン、名前なんていうの？ロベルト・ヨーネス。ロベルト・ヨーネス、それはノバウニョンの人？はい、の、あの、先生ね。の、群馬の人ね。はい。で、黒帯もらったのが？あ、ヨウスキ先生。青帯は？青帯はカリオカ。ほら、全員違うじゃん。青帯カリオカでしょ、紫エジソンでしょ、茶帯がベットンでしょ、そうそう、で、黒帯洋介。どうしようもないよ、それで。全部ジム違うじゃん。でもしょうがない、あの、本当に。全部ジム違うじゃん。そう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 。でも、あの、ずっと引っ越し。クレオンだなぁ。ずっと引っ越ししてるじゃん。アカデミア、トロッカトロッカでいつも違うなぁ。でも、遠いでしょ、引っ越しで。カリオカ全員なくなって、呪術やめるか、あの、エト先生のところ行かないといけない。行けなくないよっていうこと、そう。で、今クロービー。今ほら、クレイジビーは呪術先生いないでしょ。うん、いない。だからうまいことやって、そういうふうにやって最終的にはクロービーだ。僕はそうですね、あの、引っ越しのためで。ほんと？本当です。いや、なかなか全部の帯全員違うっていうのも全員違う、まあ、なかなかじゃない？いや、恥ずかしいけど、でもまあしょうがないね。あの、本当に引っ越しのためで。本当に、はい、俺全部、あ、俺も違うけど、はい、全部パライソラの先生だもん。
全部パラでした。でも筋は違う。青帯は、はい、青帯と紫帯は鶴屋さんでしょ。ああはい。で茶帯は大内さんでしょ。ああそうそうそう。黒帯は中井先生だもん。ああそうですね。だから全部パラエストラじゃん全部。うーん、だからいいじゃんまだ。あでもほら仮岡はいない。仮岡書いたらもう別にもその前書いちゃったんだね、うん、別に、うん、だからもう本当に恥ずかしいんだけど、やっぱこれ恥ずかしいの。やっぱりそのそう、それは間違いなくやっぱり良くないっていうのはあるんだ。ありますあります、あります。そうそうそう、うん、でもしょうがない、ね、あれだよね、あの引っ越しのためで。引っ越しで、はい、だから今これからずっとインパクトで。いやわかんないよ。だからこの間もだってクレイトンにも話してたけど、もう会うたんびにジム違くないみたいな。あこの1年ぐらいでパパパパって変わったじゃん。来年あたりインファイトにいるんじゃないの。誰、マルキニウス。これ違うね本当に。いや今ちょっとこうちっちゃくなったじゃん。違う違う本当に。大丈夫、ずっとインパクトね。クト本当に良くないよね、あのあちこち行って。いやインパクト自体だってどうなるかわかんないけど。あとほらのあのインパクトここだね、隣だから行かない絶対。なんで。それよくない、それはクレヨンテだよ本当に。隣のジム行っちゃうダメ。まあまあそれは良くないね。良くない。ああやっぱそういうのある。ブラジル人もそういうのあるんだね。ありますね、それもあります。そのクレヨンテ、クレヨンテの気持ちもある、はい、ある。あ自分じゃなくて、自分じゃなくて、ね、そうそう、やっぱそうにやっぱ帯が違うのも良くないなっていうのもあるんだ。そうそうそう、それはあります。うん、そう、まあしょうがないね。まあそれはそう。いやけどまあまあまあけどまあよくあることだからね、ブラジル人の人は。まあはい、まあそうですね、あの本当に陽音先生は辞めなかったら、うん、もうそのまま黒帯までね。ノバニョンだった。そう黒帯までけどいなくなっちゃったから、インパクトにチェンジチェンジして、はい、いいなあ、うん、そうやってあちこち行ってうまいこと言って帯もらって帯もらってんだから。本当に。だから陽介とだって練習してんの。あ練習はまあそんなにない。そんなにない。それなのに黒帯もらっちゃうんでしょ。あでも1回2回一緒に2回だけ2回2回練習陽介と2回練習して黒帯もらっちゃうの。あでも練習はね、うん、うん、そんななの。じゃあ陽介じゃあいいよマルキニウス、じゃあ黒帯あげるよってもらっちゃうの。でもあれだよね、本当にこれからしてるじゃないよね、うん、本当に青帯からずっとしてるね。大会ずっとあって、うんうんね、で自分の試合もずっと見てて、うんうんうん、だからこれから良くないね。あのまあ本当にあのなんだっけ、あの茶帯の偽物じゃないとかね、うんうん、それはまあ陽介はちゃんと分かってる。本当それ2回しか陽介の練習してないんでしょ。それまあ練習はね、そうでも自分のやり方とか全部よく最初からずっとしてるよね。まあみんなしてる、キネさんもしてるじゃん、俺の帯から。だから最初青帯だったもん。うん、だから大丈夫。だから多分最初に会った時ミシェル・ニコリンのセミナーの時じゃない。あ違う、あれアルズギール。あルアナ、そうそうルアナアズギールの時に、そうそうそう、一緒に待ち合わせして行ったんだよね。そうそうそう、ルアナとね。そう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 。でそれでコーノスまでオーバーリミット連れてって、そう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 、あの時だってカリオカだったよね。そう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 、そうだ、それあれかと、もう結構前だもんね。結構前ですね、はい。いやまあなかなか。でそれで今はインパクト、うん、でいつからレフリーやるようになったの。レフリーはね、今だってもう AJP でもやって IBJJF でやって結構なんかそれなりのレフリーみたいな顔してるじゃん。ああまあそうですね、一回もあれ、まああのいつからレフリー始めたの。3年前。うん、なんでなんでやると思った。その時まだチャオビ、チャオビから、うん、チャオビでもレフリーできるんだ。あの紫からもう、紫からも、あじゃあ紫からもレスリーをやることはできるんだ。できる。だってあの道場のさ代表になるのってほら、はい、チャオビ前は紫から OK だ、それがチャオビになって今黒ビからしかダメじゃん。レフリーは、ま、今でも紫でも OK なんだ。 OK なんだけど、うん、でも本当にあの最初は黒ビ、うん、あの前、まあ、あの、うん、探して、うん、黒帯になったら茶帯になっちゃう、うん、いなかったらいなかったらしょうがないから、最後そうそうそう、うん、しょうがない、じゃあ紫でもいっかって紫、はい、はい、必ずは黒帯、うんうん、最初は黒帯からね、はい、そうだからあのもし紫だと、うん、本当に青帯までしかはレフリーできない、うんうん、あ紫帯のレフリーだと紫帯の人が茶帯の試合とかさばいちゃダメ。ダメ。紫の自分の紫もダメ。ああ紫のレフリーは白と青だけ。そうそうそう、紫もダメ。そうそうそう、あじゃあ帯を出すのと一緒なんだ、はい、黒帯は
全部できる。全部できます。茶帯は黒帯ダメ。そうです。はい、茶帯は茶帯はダメ。茶帯までは大丈夫。茶帯は茶帯は大丈夫。はい、紫だけ。はい、紫だけちょっと、まあ、茶帯は茶帯と紫は OK。 今はいないよね、茶あの紫。茶帯もいないかな、今あのレフリーの。そう、今レフリー増えたもんね。増えましたね、はい、増えたよね、はい、なんでレフリーやろうと思ったの。僕はまあそれはあの貝岡先生のずっと見てて、うん、ずっとやってたんだよね、うんうん、だからもうやろうかなと思って、うん、だからやったんだけど、うん、けどレフリーだって結構みんなに怒られて嫌でしょ。この間のだって、まあ、あのドゥマウグランプリの時に あのレフリーのファビオ原田と、マテウス広富の試合の時になんかおかしいってなって、あれ止まって10分15分、結構長い間止まったよね、はい、で、はい、言い合いになってビデオ見てってなって、はい、あんなの嫌じゃない。あれはちょっと嫌ですね。はい、うん、でそういうのある？わー、ないね。ない。あの EGP もあの今あのあ そ, 今そのビデオねやってるんだけど、うん、でもそんなに時間かかんないの、うん、あのすぐ、うん、あの決まってるね。あのだって IBJJF ビデオないでしょ。ない、それはない。あれだけだよね、 SJJF だよね。そう、 SJF と、まあ、SJJF かと、はい、そうで、マルヒナスは AJP と IBJJF のレフでしょ。あと JBJJF でしょ。そうですね、はい。ASJJF なし。なしね、あれ良くないですよね。ルールは AGP と IBJF はあんまり変わらない、ね、うん、でも ASJF はすごい変わるね。あ、ほんと、そんなに変わらないとか、うん、だから あれかんで、けど俺 IBJJF ってしょっちゅうルール変わるじゃん。毎回毎回何かしら変わるじゃん。あ、まあ、それだったらあの ASJJF っていうか、まあ、SJJF ってほとんど変わらないから、それの方が分かりやすいような気がするんだけど、そんなことない？だって前ずっと勉強しないといけないんだよ。いつも毎回毎回同じこれですってルールってずっとやってた方が分かりやすくない？あ、はい、まあ変わるのはうん、今回 の, あのルールセミナー出てあれですよね、本当に選手のためで変わる、うん、あ、選手のため、どういうこと？そうそう、なんかあれですよね、ダブルガードとか、うん、ずっとあれですよね、すごい変わったね。なんだっけ、試合しない人とかね、ストーリングね、必ず試合した方がいいね、動かすためルールを動かすためを変わる、うんうん、ね、あと、まあそうですね、ずるいルールをしないように、ずるいことを、推奨しさせないように変わったんだよね。でもそんなに変わらないですよね、ポイントだけ変わるね、まあ、うん、あんまり変わるって言われてもそんなに変わらない、ね、なんかすげえ大きな、うん、なんか細かく、要はテイクダウン、パスガードアタックしてパスガードいきそうだったけどダメだったってなったらアドバンテージになったり、あ、そうじゃないよね、ちゃんと、うん、まあ、レフリーは様子見ないといけないね、うん、だから、うん、本当にパスを行ったかなと思って、うんうん、あ、本当に、そうそうそう、パスガードアタックしてるかどうか、たまにあるね、パスをしてる人をこうだけやると戻すすぐ、うん、なんかパスしようかなと思って、うん、スリープに入ろう、戻る、自分で戻す、うんうんうん、ね、本当にキープしようかな、ならないんで、それはアドバンない、うん、あ、そうだ、だそういう細かいところが、そう、だから勉強しないといけない、そう、勉強しないといけないっていうか、わからない、それだから、まあ自分考えるとよく、うん、本当にそれは、なんだっけ、悪くないよね、ルール、うん、本当にあるんじゃない、うん、スパイドガードで人がパスしようかなと思って、うんうん、アドバンだけでちょっとだけ良くなってすぐ戻る、うん、だからアドバン、それは良くない、ね、うん、あれもそうなんだけど、アマサポン、うん、クローズガードからアマサポンして、うん、アドバン先もらすぐもらうよ、うんうん、でも今本当に一本取られるか、うん、取られるかどうかを様子、レフェラーの様子見ないと、突っ込み攻めね、そうそうそう、突っ込み攻めね、うん、あれ本当に危ないかなと思ったんだけど、うん、アドバン入る、全然効かないんで、うん、ただそうそう、やってるアドバンテージ欲しいからやってる風に見せてるだけってことでしょ。そうそう、先ほら、うん、みんなそうでしょ、こうだけやるとアドバン、うんうん、今、まあそれはそれもない、ない、うん、ね、様子見ないと、うん、はい、いろんな今ね、だって毎回毎回変わるもんね、
だから絶対だって出ないといけないよね。あ、まあそうですね。だあとその IBJJF のルール講習会はあのベルトのあれがいるじゃん、あの帯が上がる時の段、はい、段の申請って絶対必要じゃん、はい、あ、そうですね。そうだからそれ行かないといけないし、そうちゃんとしないと、ね、であとレフリーやってる人はちゃんと分かってるかどうかっていうのもだってけどあれ出るだけで OK じゃん、はい、テストとかないでしょ。テストはないね、必ずだからちゃんとだから例えば俺が行ったとしても俺来年 2,、はい、2段だから、あ、はい、あのそれで必要じゃん。だからテスト受けますってとりあえず4時間とかずっとぼーっといるだけで、はい、それもでまたそのレフリーのやつなんか写真撮って、いやレフリールール講習会できましたみたいなでやって、それで段2段ですみたいになるだけでしょ。あんな意味ねえやな、あんなの。だからやってる人はちゃんと受けるけど、そうじゃない人はもういるだけだよね。ちゃんと分かってないと思うもん、まあ、俺も含めて、うん、まあでもそれはね、それあの冒頭した人 が、うん、が自分で、まあ、問題になる。そう だからテストがあれば出て、テストがあって、じゃあこれはどうですか、どうですか、どうですかって、で、点数取れれば、あ、この人分かってるから、じゃあ、症状上げます。今、出るだけでもらえるから、あれ、ちょっと良くないよね。まあ、それは、ちょっと、まあまあ、それは別の、まあ、IBJJ に関しても、あれはないけどね、あ、はい、ちょそういうのはちょっと思ったな。まあ、自分はちゃんと勉強してるから本当に、はい、で、今さ、全部メモして、AJP と IBJJF って、はい、あるじゃん。であのその AJP とはあの IBJJF の違いとも結構大きいの？あ、そうね、ない。ほとんどない。ほとんどは一緒。はい。ほとんどは一緒。じゃあもう全然問題ないの？あれですよね、あのビデオチェック。ビデオチェック。うん、IBJJF はなしね。なし、はい。で、IBJJF はその講義とかって OK なの？講義ってあのレフリーは違うんじゃないかとかっていうのは、そんなの全然みんな、そんなの何も突っ張れるだけ。もしあのほらレフリーは本当にあのなんかそうかなと思ったんだけど、うん、あのディレクターをお話しして、うんうん、それは大丈夫、そこまではね。あ、そうなんだ。このポジションちょっとあのどう、うん、まあね、で抗議する人も多分だからマルキーノスみたいに、はい、そのルールを勉強してない人が間違った、はい、自分が分かってないのにとりあえず文句言う人とかっているでしょ。あ、いますね、はい、ブラジル人は多いでしょう。結構います。それどうなんの、はい、それ。ああ、それはあの全部あのディレクターに話して、うん、うん、はい、レフリーやってる一番嫌なことって何？これは嫌だなっていうこと何？まあ、うん、レフリー自分で、うん、やっててこれはやこういうのこうなったら嫌だなとか、こういうところが嫌だなってある？あ、今はないね。慣れたんだけど、最初からすごいあのなんだっけ、有名な人の試合だとすごい緊張プレッシャーがあって、うん、今は大丈夫、あのちゃんと勉強して、うん、あの、うん、もう今はない。レフリーやってていいこと何？いいことってなんかすごいあのお金もらえるとか、あ、なんか有名になるとか、なんかある？そういうの。あ、そうにはない。ない、何もない。いや、本当に好きだけレフリー出て、うん、レフリーやったらそんな好きなの？レフリーやるの好きなの？本当に今やってる人は好き。なんでなんで？本当レフリーが好き？あの修車とか、うん、コックスとかもうみんなお金もらえるからやってんじゃないの？いやー、ないね、本当に。今ずっと、まあ、みんな話してるんで、うん、金だと思ったんだけど、うん、金じゃないっすよね。あ、本当？本当本当。なんでレフリーの何が楽しいの？わー、ちょっとやらないといけないね、あの、うん、うん、やっやってみた方がいい。本当に好きな人じゃないと、うん、そのアドレナリンとかね、ストレスがあるじゃん。で、文句も言われるし、まあ、間違わない、正しいのは当たり前で、ちょっと間違ったりするみんなでやーって言われるじゃん、はい、そんなのでたかだかね1万円とか2万円もらうだけじゃ嫌じゃない？あ、もしね、そのストレスあったね。もう今慣れたい、みんな慣れて、うん、大丈夫、人のストレスもない、うん、大丈夫大丈夫。で、なんでそんなあのいつもさ、この間 IBJJ もそうだけど、日本人のレフリーよりブラジル人のレフリーの方が多いの、なんで？あ、そこまで分からないですね。あ、それはまあ選ばれるの、あれ、どうやれば レフリーやりたいですって やれるもんなの？そうそう。え、じゃあ俺もさ、じゃあルール講習会受けたらすぐレフリーやらせてくれるの？は、はい、一回あのテスト、テスト、うん、あ、
トレーニングがあるんだ。ありますね。まあ次の大会やこの大会を空いてるよ、あのテストできるよって、で何時間をあのトレーニング白帯か帯の、あの試合入って、あのディレクターを、あのそのテストする、はい、そういうことですね。はい、レフリーもなんか大変だよね本当に。本当大変だと思う。少ない、いやでそんでもみんなに文句言われてさ、で文句言ってるやつも分かってないと思うし、で言われた方もなんでこうだってこうこうこうだからこうなんだって言わないといけないわけじゃん。いやだからしんどいなと思うよ。あ、いやまあでもジェビジェフ今そんなに問題ない。あ、文句言わない？大丈夫です。あ、本当、はい、ジェビジェフとほらハイパーフライの道義問題があったじゃん。あの襟の裏に字が書いてあるとダメとか、そうです ね、あと襟のこの後ろのところにタグついてるのもダメとか、そうそうそう、結構そういうなユニフォームのチェックは結構あったイメージはあるけどね、はい、あ、そう厳しいですね。ねえねえねえ、はい、AGP もちょっと厳しい、ね、あ、 AGP もあるね、はい、あったね、すごい厳しい。あんた道具はどうでもいいなと思うんだけどね。あ、まああのまあそれルールで決めてるのはしょうがないけどね。そうグリップの問題ですね。うん、はい、あとそうあの道着あってあの中にあの毛いっぱいついてる、あのブルテリアのね、あフェイクファーのねフォックス、そうシルバーフォックス、あれそう、うんうんうん、あれダメ、リフが出づらいんで、うん、よくない。あ、本当、はい、もうレフリーもやってだコーチもやって大変だよね。大変ですね、別々にしないといけない、ね、でだからあの生徒出るときはレフリーは出ない、レフリーやらない。そう今年の全日本キッズを、やってなかやんなかった。あ、けど普通の全日本やった、大人の方やった。そう、あのキッズはあの、コーチやったんだけど、うん、そうですね。だってこ、はい、まあ、コーチでコーチやったらお金にならないじゃん。けどレフリーやがお金もらえるじゃん。けどコーチの方大事なの？あ、まあそうですね、生徒は大事です。生徒が大事、はい、生徒が一番大事、生徒です、はい、本当、はい、生徒からなんて呼ばれてるの？マルキニオスで、なん先生って呼ばれてるの？プロフェッサーなの？まあ先生とか子供は小さい子、うん、あ、まあそう先生とか、ね、なんて呼ばれる、あの子供からなんて呼ばれてるの？まあ先生、先生プロフェッサーとか、うん、はい、まあみんな先生ね、先生みんな日本学行ってるんで、うん、大体先生って言って、はい、先生、はい、でもうそのコーチをして、はい、で試合でその子供たちの試合がない時はレフリー。あ、そうそういうことですね、はい、試合がない時は、うん、レフリーで、あと工場やって、工場です、はい、で先生やって、じゃあもうずっと呪術が中心だ、呪術、はい、の時間が結構長いんだね。長い、はい、みんな呪術が好き。それいつからやってんの呪術？呪術はね2005年、はい、その時はどこの、あれ火力かクレジビー、ちょっとだけアロード小林先生、うん、あ、グレッシュバッハ長野、そうそう長野上田、でブラジルから来たの？あ、違う、日本に生まれたの？日本、あ、違う、ブラジルのどこで生まれたの？サンパウロ。どこ？サンパウロ、サンパウロで。サンパウロから日本に来たのいつ？17歳の時、1999、うん、99年、はい、で17歳ってことで学校行ってないの？あ、はい、来てからちょっと行ったんですよね、うん、でもすぐあの会社行かないといけないんで、うん、あ、じゃあもう学校も行かないで学校だ、ずっと3ヶ月、本当にブラジルはあのブラジル学校があったの日本の？あ、違う、あのブラジルで、なんだっけ、高校までいた、うん、あ、高校卒業してんの？はい、行った高校までは出て、で日本来た、日本来て、そうそう、すぐ会社、そうそう、で、呪術始めたのが2005年、その間は何やってたの、はい、6年間ああ会社だけ、会社だけ、はい、会社ばかりで、で2005年に呪術やろうと思った。なんで？本当にあのブラジルのあのまあその17歳までを、うん、あのカポエラと、カポエラやってたの？そうそう、とブラジルで、そうとテコンドーもやってて、じゃあブラジルってその時あのサンパウロでしょ？そうそうそう、呪術とカポエラどっちが有名だった？有名はあのまあカポエラだね。ああ本当、そんな呪術って有名じゃない、ないの？サンパウロなかったな、その時はなかった、今は、うん、まあ有名ね、うんうんうん、はい、その戦だからブラジルってよくほら柔道、呪術柔道で柔道のが有名だって言うけど本当？どう、まあ同じぐらい、同じぐらいだね、はい、本当にその
テイコンドーとかブレやった時1995ぐらいだね、うん、まだ充実まだそんななかった、うん、そうだよね、だって、はい、95そうだよね、96年に1回目のムンジャルが出てきて、それでパンナムとか出始めて、 その頃はだってまだサンパウロには道場あんまなかったんだもんね。そう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 、俺全然見てなかったね、あのサンパウロの方で。じゃあレオジーニョかってサンパウロだったよね。そうで、本当にブラジル、日本来てから柔術を知った。へえ、はい、でそれなんで知ったの？プライド？ああそう、プライド、すごいプライド、ダイナマイトとかね、うんうん、でずっと山本キートを見て、うんうん、すごいすごいと思った、ね、はい、でそれ山本キートのジム入ったんだ。はい、キートいた？いたいた。どうだった？すごいいい人はいい人、はい、もったいないね。で練習した、はい、キートと練習した。そうして、キートとミュウさん、うん、結構やってた。あ、本当、はい、でそれでじゃあそれあの MMA を見始めてから、じゃあその呪術を入ったんだ。そうそうそう、本当にキートを呪術を、だキートは呪術じゃないじゃん。じゃない、練習を始まったのはうん、ビビアノの試合の時で、うん、ちょっと呪術を覚えられないといけないでしょ、うん、トゥリーカンピオンジュアでしょ、うん、ビビアノ、うんうん、それでなんだっけ、ビビアノ、うん、違う、ベッチーニョ先生を会って、うん、そう、なんで山本キッドはベッチーニョを呼んだの？なんでそこで知り合いだったの？あ、本当にその真ん中に、うん、ファビオ、なんだっけ、ファビオなんだっけ、今変則レシーのアカデミア、ファビオ原田、原田、うん、そうそうそう、本当にすごい山本キッドと仲いい。あ、本当？そう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 、仲いいんで、うん、まあ、あっちクラブとかあちこち行ってるんで、うん、それで、そこだったんだ。そうそうそう、うん、でファビオ・ハラダをベチオの友達。ああ、そういうこと。でちょうどビビアノの試合あって、うん、山本キートさんを、うん、充実の練習をしたい、うんうん、それでファビオ・ハラダをベチオに呼ばれて、でブラジで仮をマナスから呼んだんだ。あ、いや、ちょうど日本に行った。ベッチーニョが？そうそうそう。なんで？なんだっけ、横須賀の道場で、うん、もう一人の練習一緒にやってたの。やってた。へえ。そうそうそう、名前が思い出さないんで、うんうん、はい、でちょうど、あ、じゃあたまたまベッチーニョも日本にいたんだ。あ、その時は初めて、ちょうど、まあ本当にちょうど、うん、いいタイミング。あ、じゃあ今ベッチーノからじゃあキットのとこで練習するよっつってベッチーノが呼ばれてきたんだ。そう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 、でそこで練習して、はい、で試合勝って、うん、で、あ、いいと思ったんだけど、で、うん、ずっと山本と一緒に、でそれでカリオカも呼ばれたの。それでそうカリオカも呼ばれた。それだとキットがずっと給料払ってたんでしょ。まあ毎月ね、はい、でクレイジービートも呪術クラスでしょ。そう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 。でその時白帯、その時は白帯、はい、白帯ですね。でその時じゃあベッチーネとかカリオカのクラスを受けてたんだ。はいはい、横須賀と、うん、横須賀も行ってたの？蒲田、ああ一緒。横須賀まで行ってたの？蒲田から。あ、本当にその時はなんだっけ、横須賀に住んでた。横須賀に住んでたの？はい、で横須賀から蒲田に通ってたの？はいはいはい。何分ぐらい？いや、引っ越し。あ、引っ越しだよ。 そんなに引っ越しすんの？だからあちこち。そんなに引っ越しするの？そうそうそう。まあでもその引っ越しの時で本当にカリオカと一緒に練習したい、うん、のためで引っ越した。それはまあ仕事のためじゃなくて、うんうん、カリオカのため？カリオカ先生はすごくいいよね。なんでなんで？なんでみんな言うけど何がすごいの？あ、よくわかんないね。怖いんでしょ？市内で叩くんでしょ？いや、そうない。そんなにない。ただ怖いんでしょ？自分のスパンを見て、うんすぐ分かる、うん、何が足りないとか、うんうん、すぐ分かる。でポイント1ポイントだけ教えてもらって、うんうん、全部変わる。へー。自分のそう。じゃあその時カリオカに教わってたけど大して強くなかったじゃん。いや、そうだ、青梅の時いっぱい金もらったんだよ。本当に？そうだよ。嘘。あれ
あ、まあ、じゃあその時、あ、じゃあその時じゃないか、じゃあオーバーリミットの時か、いつも負けて、そう、まあ、て、そう、やっぱオーバーリミットダメの時は、仮置会ないから、ちょっとダメになっちゃったんだ、ちょっと、まあでも、イーストン先生に失礼だろう、いや、でもほら、会長に失礼だろ、会長に、いや、でも、ジェイ・メルソンと、ケインジさんと全部いっぱい練習して、うん、ちょっとレベル上がったんだよ、うん、本当？そう、いや、そんなに仮置会すごいんだ、すごい。そうです、まあ、世界チャンピオン10人ぐらいいるんだ、そうそうそう、すごいいるね、そう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 、で、その時じゃキットとも練習してたの、そうですね、キットギー来てた、ギー来てた、あ、ほんと、はい、で、スパーリングしたした、どうだった、うん、まあ、まあ、その時も僕も OB になったんだけど、うん、もう大丈夫大丈夫やっぱキットはギー来ちゃダメか、でも、着ないと、うん、まあ危ないね危ないレスリングが強いんだよね、うん、速いもし力もまあ、うん、でも本当に本番でやってなかったから、そうだ、そうだ、キットがなくなる前に、はい、ほらミユさんが柔術デビューしたじゃん、はい、去年ライジン違う去年 の, コパラスコンチャスか2018年のコパラスコンチャスでミユさんが柔術デビューしたんだよ、1月え2月かな、で、はい、その後に、はい、キットさんが、はい、ベッチーニョとクレイジービーのイトマンが主催する大会で、はい、そうキットさんが青帯で試合出るってエントリーしてたんだよ、ああ見ましたね、そう、はい、けど結局出なくて、出なかったんだよね、そうそう、じゃあ結局最後まで柔術の試合はやらなかったよね、はい、残念だったけどね、見たかったけどね、ミヨさんもだって結局1回しかやってないもんね、柔術の試合はね、そうですね、はい、グラッピングとかほらクインテッドとかでやってるけど、はい、そう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 、そう、リカコさんのね、そう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 、うん、で今だってグアムだもんね、ミユさん、もうグアム、でミユさんとそんなにじゃあ仲いいんだ、まあはい、ずっとクレイジービーの時、はい、もう何年前それ、10年ぐらい前、あれ地震の時で11、2009年から、うんうん、じゃあ10年前だ、そう、え、なんで地震の時何かあったの、あ、はい、地震でなんだっけ津波の時ね、うん、あの辺2年前からの、うん、はい、で津波でじゃあダメになっちゃったんだ、そう一回みんなね、うん、はい、なるほどね、そうですね、はい、でそれでクレイジーピーオーバーリミットで、ね、今になってインパクト、インパクトになっていいこと、インパクトになっていいこと何があるの、いいことって、いいことだから今インパクトじゃん、はい、今までと違うなんかいいことって何かある、インパクトは、あ、今インパクトね、うん、サポーターのすごいね、まあ、結構陽介先生の、テクニックのビデオも送られて、あ、そうなの、はい、でたまたまほら陽介先生も何回も大泉切ったんだよね、うん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 、先生よ、浅田先生も、うん、もう何回、うん、2回3回ぐらいもう来ましたね、うん、セレンゲールも来て、うんうん、あとまあいろんな人も来たんだね、あとジョーナスとペドロ・ベイラスも、うん、あ、そうだ、それはジョーナス・アンドラージだ、そう、ジョーナス・アンドラージ、うん、それでなんでジョーナス仲良くなったの、そう、浅田先生の、うん、なんか紹介で、うん、大泉に来たね、うん、本当に関東の、え、ジョーナスが大泉に来たの、去年ね、うん、去年、あ、グランドスラムの時、そうそうそう、うん、去年は、うん、1週間ずっと大泉の、うん、あ、そうなんだ、ペドロ・ベイラスは2週間、うん、はい、に行った、うん、そうそうそう、今年はまあギリギリで、うん、ダメだったけどね、そう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 、で今じゃあインパクトで、それでみんなじゃあテクニックとかも教えてもらえるんだ、はい、そう、でもジョーナスすごい、ジョーナスすごいすごい、半端ないですね、初めて人が三角入ってすぐ決まる、うん、本当にすぐ決まる、強いの三角が今まで見たことないですね、はい、サンドラデの、でも来年はじゃあちゃんとセミナーやる、はい、言ってたほらミューズの時のほらあれもジョナスのセミナーのポスターも作ってすげえやって結局来ないんだから、そう寂しかったね、本当にジョナス本当に、やりたいね、うん、そう、キニアさんのこと知ってるからね、ただジョナス青瓶の時から知ってるから俺、でもそうそう、ジョナス言われて、そうだよ、そうそう、だからすごいいいよって嬉しかったんだよね、いやけど来ないんだからしょうがないな、飛行機でなんか、ね、乗り換えね、そうそう、乗り換えもしょうがないけどね、はい、まあそういうのもあるけどね、今度来るよ、また来る、はい、大丈夫、うん、グランドスラム絶対来る、はい、じゃあこのイザベレセミナー、どういったことをやりますか、あ、なんだっけ、イザベレのセミナー、そう、
どういうテクニックやりますか、ここで。あ、なんかデラリーバー の、うん、あのスイープとか、うん、あの寝技を教えるって言われたんですけど、うん、はい、じゃあこれ、じゃあもうマルキーノスも来てサポートすると。よろしくお願いします、はい、皆さん。これね、一応15人です。15人限定ね。でこれで、はい、いっぱい来てくれればイザベルにお金を渡して、また今年も SJGIF のワールドでチャンピオンになれるかな、どうかな。まあ今強いね。ねえ、今頑張ってるね。バキバキだもんね、はい、なかなか頑張ってると思うので、こちらの方もぜひよろしくお願いします。優勝で皆さんよろしくお願いします。はい、はい、じゃあマルキニオスね、今日来てくれてありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、じゃあそんな感じで VCS プレゼント BJJ ウェーブ橋本圭也でした。よろしくお願いします。はい。